四つ街道ふるさと祭り T シャツストーリー。3年ぶりに開催されるふるさと祭り、誰もが安心して楽しめるふるさと祭りをみんなで作りたい。市内の障害者施設と協力して T シャツ作りに取り組みました。豊かな自然が残る亀崎地区の古民家で、 NPO 法人はちみつのメンバーによる作品作りが行われました。クレヨン、ペン、色鉛筆、さまざまな画材たちが踊るように画用紙を楽しく彩ります。作り手のワクワクや喜びが作品に力強く注ぎ込まれました。NPO 法人みのり福祉会障害者就労生活サポートピースは、普段の活動の中でも積極的にアート作品作りに取り組んでいます。安心できる仲間と作る作品には、優しさと温かさが詰まっています。ふるさと祭りをみんなで楽しむ一つのきっかけです。